皆さんこんにちは、小坂でございます。本日も AI ソムニウムファイル続きをやっていこうと思います。前回はね、シナリオロックになってどうなっていくんだろうなって気になった方も多いかと思いますが、そのシナリオロックはね、この緑色のねパートを行かないと解放されないということで、今回は全滅編進めていこうと思います。全滅編はですね、この3日目日曜日のソムニウムパートのところをね進めないといけないので、ここからルート分岐変えていこうと思いますよ。よろしくお願いします。シンク開始。さあ、イリスの怖い夢みたいなやつのソムニウムでしたね。これ結構恐ろしいなって思ったんですけどね、最初。どんな感じだったっけ？一体。随分と寂れた場所だが、イリスと何の関係が？サーナ、だが関係があるから、こうしてソムニウム世界として現れているんだ。イリスのやつ、何を隠してるんだ？さあ、隠していること。ソムニウムスキャン開始。さあ、メンタルロックは1つ目2つ目3つ目、4つありましたかね。イリスの隠し事を暴け。怪しい部屋、映像、装置、すべてがつながった時、隠された真実が浮き上がってくるかもしれないということで、血を見ろと殺人を見ろ、一番初めからこれ分岐するんですね。前回は確かね、テレビ叩いたんだよね、確か。なのでそうじゃないルートに行けばいいと思うんだけど、どうでしょうか。ではテレビを触ってみよう。ブラウン管のテレビだ。前回は叩きました。なので今回はダイヤルを回してみましょう。おい、映像なんだ。信じがたいが、第一サイクロ事件の被害者の顔だ。ほう、何？どういうことだ。イリス、お前は何を隠しているんだ。ほう、捜査を続けるぞ。部屋に物が増えたようだしな。やっぱり恐ろしい感じなのは変わらないんですね。ここで分岐、シャープ1アンロックド、殺人映像を見た。はい、これはこっちはこっちで怖い感じですね。虐殺の方を選んだんですね、ルート的には。で、何が増えた？トルソー鏡銃。今度こそトルソーで首絞めんのかな。どうだろう、行ってみようか。でも2倍時間取られるからな。ちょっとどっちかな。鏡もあったけど、トルソーどこだ。ん？あった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 。頭部があるタイプのトルソーだ。これ前回は頭部があるものは普通トルソーとは言わないぞ。あ、そうなの。では何と言えばいいんだ。へえ、トルソーって言わないんだ。それは知らなかったかもしれない。多分これの首は絞めるよね、今の映像を見るとね、きっと。
犯人っぽい顔をしてみる。ん？ああ、首が。俺たちの意識まで遠のいたようだったが。意識が飛んでいるうちに部屋の様子が変わったようだ。ん？こんなことが続くのは気分が悪いが、調べるしかないな。はい。ここ結構すんなりいきましたね。シャープにアンロック度、トルソーの首を絞めた。はい。その後は何ができた？扉手術台、テレビ、鏡、薬瓶、銃。あー、なんか似たような感じだけど。残り4分を切ったわ。ちゃんとトルソーが鏡のところに来ていて、で、何から行こうかな。前はテレビを打ちまくってたからテレビの方から行こうかな。古い型のテレビだ。叩くか調べるかダイヤルを回すか、どうしようかな。ちょっとお話が気になるからちょっと攻略を見ちゃおうかな。ダイヤル回すっぽいですね。なので、はい、ダイヤルを回せ。さっきの映像の続きかな。生きてる状態で殴ってたのか。今の映像、また第一サイクロ事件の被害者の顔が映っていた。おそらく2番目の被害者。どういうことなんだ。イリスと第一サイクロ事件、何か関係があるっていうのか。わからない。現状では断定できない。もっと調べろってことか。そうだな。なんか物増えました。あそこのガスボンベと棚、そしてトルソーが一体新たに増えた。よし、行こう。さて、いろいろ増えましたが、何に行くか。結構物増えましたね。扉、手術台、棚、トルソー、鏡、薬瓶、ガスボンベ、銃。さあ、これが？そのまんま行ったらちょっといろいろ迷いそうなんだけど、正解は棚みたいですね。ただの棚だ。これを、6分の1を使って押します。確かにこの棚だけ出っ張ってるのも気にはなるし。ああ、確かに。あ、で、上になんか乗ってるな。落ちてくるかな。大丈夫か。お、なんか落ちてくる。大丈夫。うわ、なんだ。鉄球だな。怖っ。棚の上にあったものが落ちたんだろう。危な。なんでそんな不安定なものを乗せておくんだ。そうだね。はい。で、落ちてきた鉄球を。鉄球だ。かなり重そうだな。はい。玉乗りだ。それはちょっとですよね。ケレ投げろ。ケレは行ったってなりそうだね。さあ投げてください。どこに投げればいい？あ、どこに？じゃあ、あの辺に向かって投げてくれ。了解した。さあ。意外と軽いぞ。あれ？よし。なるほど。さっきの殴った感じを再現してるのかな。の、急に意識が俺まで食らった気分だ。危ないよね。今度はテレビと古い本が現れたようだ。あ、またテレビ回すのかな。次で最後にしてほしいもんだな。
そんな感じですよね。はい、シャープ3アンロック度。トルソンの頭を潰した。なんか疑似殺人をこっちでもやってる感じだね、トルソーを使って。あれ、図鑑じゃなくてテレビに行きたい。どこにテレビ出たんだ。テレビは、あ、もうちょいこっち。ん、そのまま行けるかな。行けるか。図鑑と、あのテレビでいいのか。あれ違う。3分を切ったわよ、伊達くん。ここ音痴。あれテレビどこだ。逆端か。あったあったあった。年代物のテレビだ。はい。さあ、ダイヤル回しますよね。また次の殺人の現場かな。そうだね。がいる。ただ今度は第一サイクロ事件の3番目の被害者だった。イリス、どうしてこんなこと。ネットやテレビで見知っただけという可能性もあると思うが。殺しの状況まで再現してるんだぞ。想像力が豊かってだけで説明つくのか。いや、ないね。だって確たる証拠はまだ得られていない。今は時間の限り調べてみよう。いや、ロッカーが映ってるってことはロッカー開けろってことかな。はい。で、あとはロッカーに行って開ければいいだけかな、多分。ロッカーはどこだ。あそこにロッカーあるね。ちなみに隠しアイテムはもう取れるのかな。取るとしたら左奥にあるらしいんだが、どこだろう。秒数微妙だからあんまり回らない方がいいような気もするけど、ちょっとちらっと回ってみて。扉？いや、扉は開かないよね多分ね。一応ちょっと一通りぐるっとしてみて、図鑑は多分関係ない。もう今だいぶ移動しちゃったからないかな。ただのロッカーだ。はい、開けろですよね。うわ、おお、大丈夫だ。それよりもドミノ倒されてる。おお、コロコロ転がって、なんかパズルみたいに転がって転がって、落ちるの。また違う鉄球に当たり、すごい。なんかここで落ちて行け。ん？何？すごい大きい鉄球が。薬瓶が。
紙が割れた？あれは。トルソーを撃った。伊達が映ってる。確かにでも殺人に関わってるはずですもんね。3日目日曜日、グマイ。何だったんだ、あのソムニウムは。私たちもモニターで見てたわ。殺された4人の女性は間違いなく第一サイクロ事件の犠牲者です。つまりあれは6年前に起こった連続殺人の光景、その時の記憶の断片がコラージュされて表出したものでしょう。うん、そんなバカな。それじゃあ彼女たちを殺したのは。映ったのは自分自身。記憶がないからね。さあ第一サイクロ事件の詳細について聞いてみようか。だから言ったでしょ、第一サイクロ事件は最高ランクの国家機密なの。いくらあなたでも詳しいことは話せないのよ。私は関係していますか。第一サイクロ事件が起こったのは6年前。俺が記憶を失ったのも同じく6年前のことになる。もしかしてこの2つには何か関係が。ないわよ、ただの偶然でしょ。ん、本当か。え、いや、さすがでもにわかに信じられないよね。なぜイリスの夢に。人は記憶にないものを夢に見ることはないわ。つまりイリスは事件のことを知っていると。6年前というとイリスは12歳ということになるな。あいつは12歳の時に犯行現場を目撃したっていうのか。それも一つだけじゃなく4件の犯行すべて。シンクで見た青い人影。なあ、もう一度確認させてくれ。さっきのシンクで俺が見たのは第一サイクロ事件の光景だったんだよな。ええ。ってことは彼女たちを殺害していた人物が初代のサイクロプスってことに。そうなるわね。ボス、お前も見てたんだろ。あいつは、あの人影は。伊達君、あなたの顔をしていた。要するにあの時の事件の犯人は。嘘だ、ありえない。伊達、お前の中には6年以上前の記憶は存在しない。したがってお前自身がありえないと断定することは不可能だ。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり。あなたには左目がない。それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね、冗談よ。あなたがサイクロプスなわけないじゃない。え、そうなのか。決まってるでしょ、私が連続殺人鬼を部下として採用すると思う。イリスはシンクの前に伊達くんから尋問を受けていた。その時に抱いた伊達くんに対する恐怖心があんな形で現れたんだと思うわ。そうですかね。あんまりそうは思わないんですけどね。どうなんだろうね。何かしらで関わってるよね。はい、第一サイクロ事件、第二サイクロ事件、どう関係してるの。6年前の第一サイクロ事件と
今回の第二サイクロ事件、おそらく両者には何の関係もないと思います。どうして？犯人が違うからですよ。初代サイクロプスが今回の犯行を行うのは絶対に 100% 不可能なんです。なぜ？なんで断言できるんだよ。できるからできるんです。とにかく僕のことを信じてください。なんでこんな断言できるんだろう。誰なんだろうね。今朝ボスが話していた通りですよ。第一サイクロ事件の犯人、初代サイクロプスは未だ捕まっていません。捜査が始まってからしばらくして、事件は謎の圧力によって国家機密に指定されました。その後何の進展もないまま、いつの間にか迷宮入りに。一応対外的には細々と捜査は継続されていることになってますけどね。でも実際は動いている人間なんて誰も言いやしないんですよ。はい。なぜイリスの夢に第一サイクロ事件の光景があったんでしょうか。シンカーは必ずしも目的のソムニウム世界に入れるとは限りません。夢とは潜在意識の中で抑圧された記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされてできたものです。ある事件の捜査でシンクシステムを使うとき、我々が知りたい記憶は何らかの形で対象者の心の底に閉じ込められてしまっていることが多い。必然的にそれらの記憶はソムニウム世界で顕在化する頻度が高くなり、故に我々は大抵の場合目的の情報を手に入れることができるわけです。がそれはあくまでも経験則的なことであって、確実にそうなるという保証はありません。要するに我々が夢の内容をコントロールできるわけじゃないってことです。なるほど。もう一回聞いてみようか。夢とは記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされたもの。さっきそう言いましたよね。はい。これを式で表すとこうなります。夢 D イコール記憶 A プラス記憶 B プラス記憶 C。 夢 D というのは言うまでもなく虚構の出来事です。ところが記憶 A、B、C の方はそうじゃありません。全て現実の出来事です。つまり言い換えるとこうなります。虚構とは現実の組み合わせによって構成されるものである。じゃあさっきのソムニウムで見た光景は？ええ、イリスが実際に目にしたものだと思います。なるほど。まとめがもう出てる。でも赤い人影気になるね。さっきのソムニウム、犯人とおぼしき人物のそばにもう一つの人影があった。あいつは一体？さあ、僕に聞かれても。ちょっと気になるよね。さあ、まとめかな。全ての記憶が現実とは限らないのでは。これも気になるな。ピューター、お前はさっき記憶というのは全て現実の出来事だって言ってたよな。だがそうじゃないこともあるんじゃないか。物語読んだ。例えば間違った記憶、誤記憶の場合とか。誤記憶というのは正しい記憶がごちゃ混ぜになってできたものです。なので分解すればやはりそれぞれ現実の出来事ということになります。じゃあ映画やテレビで見たものは？それも本人が実際に見たという意味では同じく現実です。人間は生まれてから一度も目にしたことがないものをゼロから想像することはできないんですよ。そうだろうね。だからいっぱい入れていろんな組み合わせがっていうねことなんでしょうね。まとめ。二人から話を聞いても何も解決しなかった。むしろますます謎は深まっていくばかりで、試合に暮れていると不意にリュータが言った。伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。分かった。俺は一言答えて隣のシンクルームへ向かった。なあイリス、さっきの夢は？夢？夢って何ですか？だてイリスに聞いても無駄だ。シンク中、シンクの対象者はソムニウム内の出来事を経験しない。したがってそのことを覚えてるわけがないんだ。
じゃあ6年前の第一サイクロプス事件については。サイクロプス？ああ、それならニュースで聞いたことが。でも当時私は12歳でしたし、詳しいことは。よく年齢出てくるな。知らないっていうのか。ええ、殺害現場の近くにいたとかそういうことは。ありません。あるわけないじゃないですか。だが、夢とは記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされたもの。人は記憶にないものを夢に見ることはないわ。伊達君、イリスを家まで送ってあげて。え？証拠不十分ってやつですよ。結局ソムニウム内でも手がかりは見つからなかったわけで、うん、法律上このまま彼女を留めておくことはできません。どうやら従うしかなさそうだな。いろいろ怪しいんですけどね。結局は特に何も引き止められることは見つからず、気になることは山のようにあるんだけどね。歯がゆい。伊達さん、ちょっと寄ってもらいたいところがあるんですけど。ほう。どこだ。小金横丁にあるマーブルってお店です。なぜ。お前マーブルを知ってるのか。ええ、沖浦さんに連れて行ってもらったことが。うん。だがなんでマーブルなんかに。ちょっと話したいことが。ここじゃダメなのか。落ち着いたところでゆっくりと話したいんです。どうする。特に断る理由はない。俺の方も聞きたいことが山ほどあるしな。うん、分かった。いいだろう。イリスは俺の返事を聞くと何やら携帯を操作し始めた。誰かとナイルでもしているのだろうか。気にはなったが、なんとなく詮索するのもためらわれた。俺は静かにハンドルを切り、そのままマーブルへ向かう道へと進路を取った。まさかマーブルに行くことになるとは思ってなかったな。日曜日午後9時41分、マーブル。ママは元気？店に入ると、ママの姿はなく、え？ないの？なぜかその代わり、太田がカウンターの席に座っていた。アセトンちゃん！あ、太田。なんか、不思議な感じ。わあ、太田がすごい嫌な顔してる。はい、どうしてここに？さっきアセトンちゃんにナイルしたんだ。ほう。そしたらこれから小金横丁にあるマーブルってお店に行くって返信が。うん。それで会いに行こうって思ってお店に来たら、なんだか先に着いちゃったみたいで。ほう。心配だったんだよ、アセトンちゃんのこと。さっきまで誤認逮捕される寸前だったみたいだし。まあね、だっていろいろ怪しいじゃないか。秋葉で新しいのを買ったんだ。前のやつは水没させて壊しちゃったから。なるほど。ママは？ああ、さっき出て行ったよ。ほう。なんか知り合いのお店にヘルプを頼まれたとか言って。ほう。すぐ戻ってくるから留守番よろしくねって。お前ママと知り合いなのか。うん、全然。ふん。このお店来たの初めてだし。その話を聞いても特に驚かなかった。ママは昔からそういうやつだったし、マーブルという店は昔からそういう店だったからだ。はいはい、ナイルにあったあのこととは？太田、ちょうどいい。お前に聞きたいことがあったんだ。お前、イリスにこんな内容のナイルを送ったよな。僕は絶対あのことは黙ってるから、口が裂けても言わないから。あのことってなんだ。
それは、例のトゥビッターの件、バラすぞ。ああ、もう分かったよ。言えばいいんだろ。言えばいいんです。だけどその前に、ドアの方を見てくれないかな。またやばいやつじゃん、それ。ドア？外に、誰か当たってるみたいだよ。また殴られるでしょ、私。ほらやばいやつですね、こっちルートは。絶対にやられるんだから、オータンに。お仕置きしたいですね。4日目月曜日、樹海。樹海かな？月曜日。午前2時48分、マーブル。そのまま捕らえられるの？まさか。気がつくと、俺はソファーの上に横たわっていた。ここはどこだ？頭の中でつぶやくが、意識は混濁したまま半然としない。ふと首筋に痛みを覚えた。何されてるの？首をさすりながら身を起こすと、カウンターの向こうに妖怪がいた。まさか。それがマーブルのママだと気づくまでに数秒の間を要した。間を要したかな。気がついたみたいね。その一言で俺はようやく我が身に起こった出来事を全て思い出した。放置かい？ママ、ちょっとベッドに寝かせるとかそういう選択肢は。はい、なんで起こしてくれなかったの？起こしたわよ。でも起きなかったんじゃない？え？きっと酔いつぶれたんだろうと思ってそのままほっといたのよ。酒のグラスなんてなかっただろう。え？ってことは酔っ払ってたわけじゃないの？違うよ。ああ、一滴も飲んじゃいない。あらやだ、てっきりラパ飲みでもしたんじゃないかと。いやいや、昔はよくボトルごとグビグビと飲んでたから。昔の絵があったらね、もしかしたらあるかもしれないけどね。さあ今何時ですか？そろそろ3時になるわ。言うまでもないと思うけど午前のね。うん、そうでしょうね。太田はもう。太田って私が留守番を頼んだあの少年のこと？うん、少年って年ではないと思うが、まあそうだ。私が帰ってきた時にはいなかったけど、うん、ただ伊達ちゃんが床の上ですやすやと眠ってただけで。くそ、太田の野郎、一体何を考えて。どうやらイリスを連れて出て行ったようだな。うん、お前は何をしてたんだ？電源が落ちてたんだよ。スタンガンの電流を浴びたせいでな。ああ、電流だから。今はセーフティーモードで再起動したからどうにか動けるようになったが。困るね。お、電話だ。伊達、ボスからだ。はいはい。まいったな。一体なんて報告すりゃいいんだ。伊達くん、落ち着いて聞いて。緊急事態よ。うん、今犯人が、うん、とにかく映像を見て、うん、アドレスは相棒に送ったわ。あー、こっちになるんだ。はいはいはい。イリス、同じ映像かな。おい、何なんだこいつは。犯人が映像をライブで配信してるの。うんうん。アイボ、配信元は特定した。江東区有明4丁目沖浦水産冷凍倉庫。沖浦水産。いいから考えるのは後回しだ。それより一刻も早く現場へ。俺はマーブルのママに礼を告げると素早く店を飛び出した。
れ今回あれだな、他の映像まだ出てないですね。あと何分で着く？ここから現場までは遠い。最速でも20分は。間に合ってくれ。まあ急ぎますよね。まだ特に何も出てきてない。ふざけやがって。あ、でも白熊さんもやっぱり出てくる。で、スイッチを入れる。はい、前の映像だと太田が応戦しますよね。どうなるかな今回は。あ、待って飛んだ。あ、今回もかな。待ってて、今助けるから。太田、うん、僕が守る。うん、ここまで一緒ですね。俺は力いっぱいアクセルを踏み続けた。手のひらにじっとりと汗が浮かぶ。エンジンが甲高い悲鳴を上げていた。だがその音も耳には届かない。ただ忙しく鳴り響く鼓動の音だけが体の芯を強く揺さぶっていた。それからどれぐらい経っただろう。時間の感覚は消え失せていた。やがて車は長い橋へと差し掛かった。映像に変化が現れたのはそれから間もなくのことだった。あれ、また白熊？おい、嘘だろ。やめろ、やめろ。え、あ、こっち死ぬの？やめろ。うわ、マジか。白熊さん、間に合わないんだ。くそー、まさかの。やばいでしょこの現場。月曜日午前3時35分、港の倉庫街。安全運転してください、警察さん。いやー、だって血の海でしょ。さすがに今回は。うおー、あー、なんで白熊が切れてるの？めっちゃ血踏んじゃってるけど大丈夫？あ、太田？太田？なんで？なんで？どうしてそんなことに。月曜日午前10時2分、警察総合庁舎。なんで太田が。こんなところにいたんだ。探したのよ。珍しいわね、あなたが落ち込むなんて。まあ無理もないけど、あんなことになったのは自分のせいだ、そう思ってるんでしょう。
昨夜イリスをマーブルに連れて行ったのはあなただし、オータの不意打ちを防げなかったことについても不甲斐なさを感じている。そうじゃない？ストーカーのオータがイリスを道連れにして無理心中を図った。それが捜査本部の見解よ。オータはイリスに対して自分勝手な好意を抱いていた。きっとイリスも自分のことを好きなはず、そんな妄想も抱いていた。けれどイリスはオータのことを拒絶。そこでオータはあの世でイリスと結ばれるべく彼女を殺害し、自らも命を絶った。いや苦しいでしょさすがに。いやこの映像はどう撮るんだって話よね。入れ替わってるよね。バカな、あのオータがイリスを殺すわけがない。第一、他の2件の殺人についてはどう説明する？うん、イリスは左目をくり抜かれていた。沖浦や翔子と同じように。ん？3つの殺人は間違いなく同一人物による犯行だ。イリスはイリスで死んでたってこと？2代目のサイクロプス、それがオータだとしたら辻褄の合わないことが多すぎる。イリスの殺害も含めて矛盾点がたくさん。例えば？そうですね、はい、動画内に姿を見せた行動が不可解。アセトンちゃんは僕が守る。例の配信動画、太田は一度その映像の中に姿を見せている。イリスを殺して自分も死ぬつもりだったならどうしてわざわざそんなことを。例えば太田に自殺の意図がなかったんならこの行動にも説明がつく。自分は犯人ではない、白熊とは別人である、そのことを示すための偽装工作だと解釈できるからだ。じゃあ最初は死ぬつもりはなかったのかも。イリスを殺した後で心変わりしたとか。で切断機のスイッチを入れて自ら作業台の上に横たわったっていうのか。どう考えても不自然だろう。ちょっと無理がある感じはするよね。白熊の着ぐるみに意味がない。犯人が白熊の着ぐるみを着用していたのはおそらく自分の正体を隠すため。無理心中が目的ならそんなものを着る必要はないだろう。そうだね、太田には沖浦を殺害する動機がない。太田はこう考えたのかもしれないわ。自分がイリスと交際できないのは事務所がタレントの恋愛を禁止してるからだ。つまり諸悪の根源はレムニスの社長沖浦にあると。水木は太田の仲のいい友人だ。そいつの父親を太田が殺すと思うか？まあないですよね。太田には翔子を殺害する動機がない。翔子と沖浦は結婚していた。翔子を殺せば沖浦を苦しめられると思ったのかも。こじつけもいいところだ。二人はとっくの昔に離婚してるんだぞ。そのことは水木から聞いて太田も知ってたはずだ。私の方からも補足事項を伝えておこう。うん、捜査の報告書を確認して分かったんだが、どうやら太田の脇腹には包丁のようなもので刺された傷跡があったらしい。ほう。本当か？間違いない。俺は相棒から聞いた情報をそのままボスに伝えた。あ、その件なら私も知ってるわ。だったらどうして？太田が自分で刺したのかもしれないじゃない。ん？最初はそうして死のうと思ったけど死にきれなかったから切断機の前に。もしもそうなら現場に包丁が残ってるはずだが。海に捨てたのかも。いや無理でしょ。ボス本気で言ってるのか？太田は一度港に出て自分の脇腹を包丁で刺し、その包丁を海に捨ててから冷凍倉庫に戻ったと。まあ本気じゃないけどね。うん、っていうか別に私太田が犯人だなんて最初から思ってなかったし、うん、今のはただ捜査本部の考えを代弁しただけで。本
当かよ。うん、ほんとほんと。とにかく太田は誰も殺してなんかいないし、自ら命を絶ったわけでもない、うん、自然に考えればこうだ。アセトンちゃんは僕が守る。太田はイリスがさらわれたことを知り、現場に駆けつけた。そこで白クマの着ぐるみを着た犯人を発見、うん、そいつを倒そうとしたが、返り討ちにあって脇腹を刺されてしまった。負傷した太田にもはや反撃の力は残されていなかった。犯人のなすがままに着ぐるみを着せられ、作業台の上に。そして、じゃあ犯人は一体誰なのよ。それが分かれば苦労はしない。そうだね。犠牲者の数は合計で4人。だけど太田は事件に巻き込まれちゃったわけだから、サイクロプスのターゲットには含まれてなかったはず。ああ、あいつだけ左目を抜き取られてなかったしな。すると残るは3人。翔子、沖浦、イリス。この3人と接点があるのは誰？接点？被害者の接点をたどれば容疑者につながる。捜査のセオリーでしょ、うん、つまりそいつが今回のサイクロプスだと。わからないけど、犯人を考える上での一つの取っかかりにはなると思うわ。そうですね。さあ、関係ありそうな人を挙げてくのかな。水木かな。まあでもありえないけどね。犠牲者3人との結びつきが最も強いのは水木だ。翔子と沖浦は両親だし、イリスとは親友の関係にある、うん、さらにもう一つ付け加えておくと、太田とも親しい間柄に、うん、が、だからこそ水木があの4人を殺すとは考えられない、うん、そもそも容疑者候補に入れること自体馬鹿げている。まあそうですね。さあ、あんまり全部怪しくない人なんだけど、一通りやらないといけないのか。確かに瞳と沖浦には接点がある。高校時代の同級生だったとか。さらに翔子とも2回だけだが会ったことがあると言っていた。だが瞳が実の娘であるイリスのことをあんなむごたらしいやり方で殺すだろうか。何がどう間違っても絶対にありえない。まあ絶対とは言い切れないですけどね。真由美にはイリスと沖浦を殺害する動機は一応ある。真由美はイリスのことを恨んでるようだったし、レムニスのこともよく思ってなかったみたいだ。当然レムニスの社長である沖浦のことも、うん、だが沖浦の元妻である翔子に対してまで殺意を抱いていたとは考えにくい。そして何よりも真由美が溺愛していた実の息子を殺すなんて、まあありえないですよね。よっぽどじゃないと。なぜ桃馬が出てきた。熊倉組と沖浦、翔子とはつながりがあったようだ。だがイリスとは何の関係もないように思える。そうだね。瀬島と沖浦、翔子、熊倉組を中継地点として経由するなら、両者の間には間接的なつながりがあったと言えないこともない。しかしながら、やはりイリスとは何の接点も見当たらず。はい、俺、いやー、怖い選択肢ですね。確かに俺は沖浦のことも翔子のことも知っている。イリスともひとまず面識はあるということになるだろう。だが俺にはアリバイがある。翔子のことはともかくとして、沖浦、イリス、太田の3人は殺害できない。いや、もちろん翔子だってそうだ。言うまでもなく、俺には翔子を殺した記憶はない。俺が失っているのは6年前よりも過去の記憶だけで、ここ最近のことはしっかりと覚えてる、うんうん、って、自分で自分を疑うのもどうかしてるが。だって一応フォローしといてやるか。お前が2代目のサイクロプスである可能性はゼロだ、うん、私は
常にお前と行動を共にしてきた。よってお前が無実であることは誰よりも一番私がよく知っている。そうね。ボス、いろいろと考えてみたんだが、どうやら俺が知ってる人物の中には容疑者になりそうな奴はいないみたいだ。まだ手がかりが足りないってことね。そうなるな。だったら伊達くん、あなたがやるべきことは一つよ。捜査を継続して、何が何でもホシを挙げるの。殺された彼らの無念を晴らすために。そうだな、分かったよ。さあ、ここから捜査パートに行くわけですね。いやー、いろんなとこもあるから長いな。ちょっと一回ここで切ろうかなと思います。まさかオータンがね、真っ二つされるとは思ってなかったのでね。こっから誰が容疑者になっていくのかね、今まで他のパートで出てきた人もここから入ってくると思うので、事件がどう変化するかは次のパートをお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしちょっとでもね、楽しめたよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、また次の AI ソムニウムファイル、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。